あたり一面雪です。長野月ですね。今長野なんですけど、お正月終えます。終えますというか終わります。これで今日でおしまいです。お正月も 3.2、3.5、4.0、4.5、5.0、5.6、6.3、7.1、8.0、お正月終わり、長野です。素晴らしい雪、宝石のように光ってますね。帰ります。今年一年しっかりと基本に忠実に、そうですね、怠ることなく、飽きることなく、怠けることなく行きたいと思います。世界には本当身近なところに素晴らしく綺麗なものがあるんですね。こっちの方がもしかして先日見た1億5000万のリシャール・ミルよりも綺麗かもしれないですね。ただの雪ですけど、森の匂いとか、焚き火の匂い、香港じゃまず感じられない匂いですね。まあ東京でもそうですけど、やっぱりこういう自然の中っていうのは間違いなくインスピレーションをもらえます。本日の一本です。こちらクラウンパンという、連日のアブソリュートヴィンテージの一本、これはブラックです。もう本当に王道、これですね。いろいろ私もクラウンパウンド見てるんですけど、いろいろ見てる中でもとってもいい形です、これ。細さから何から言ってとってもいい感じのクラウンパウンドです。いいですね。お正月も終わり、長野の美味しい空気も終わりです。ただ、明後日からまた八ヶ岳に、今度は山のトレーニングで登りに行く予定です。素敵です。長野。